こちゃん。よしこじゃなくて名探偵ヨハネ。何を？家庭科室ってどこだろう。だから私が知るわけないじゃない。せっかく歩さんに聞いたけど、また迷子になっちゃったんじゃない？もう、どこかに地図とかないのかしら。こうしてる間に逃げられちゃうじゃない。慌てて出てこないで、歩さんに行き方を聞いておけばよかったよ。戻って聞こうにももう今どこにいるのかもわからないのよね。いっぱい動いてお腹空いちゃったな。誰かいたら購買の場所も教えてもらいたい。このタイミングで教えてもらうのが購買？二次学の購買っていろんなものがあるみたいだから。それはともかくとして、どうして怪盗Kはテーブルクロスなんか盗んだのかな。家にテーブルクロスがないとか。そんな理由で？怪盗の考えてることなんかわからないわよ。まあでも捕まえてみればわかるでしょ。どうしてそんなこと気にするのよ。動機が分かれば犯人像が見えてくるかなと思って。ヨハネちゃん、怪盗が置いていったカードを見せてくれない？これを見てどうするの。ヒントなんかどこにも書かれてないわよ。ちょっと見てみたくって。こんなの残していくなんていかにも怪盗って感じだよね。私たちに対する挑戦状のつもりなら面白いじゃない。必ず捕まえてみせるわ。はい、これがカードよ。ってなんでここでメガネ？え？だってミュージカルでは助手が集中するときにメガネをかける設定でしょ。だからやってみようかなって。ずいぶん役になりきってるじゃない。よしこちゃんが本気なんだもん。探偵の本気に応えないなんて助手失格でしょ。いい心がけだけど、よしこじゃないヨハネ。あれ、うんうん、このカード、いい匂い。そう？私は全然感じないけど。ううん、やっぱりするよ。この匂いって…あれ？よしこちゃん、花代ちゃんだ。ヨハネだってば！って、カナタじゃない。いいところに来てくれたわ。聞きたいことがあるんだけど。ごめん、かなたちゃん家庭科室に行かなきゃいけないから。じゃあね。家庭科室に行くなら私たちも。って早っ、追いかけるわよ花代。かなたさんからした匂い、え？わかった。え、なに？よしこちゃん、私わかったよ。行こう。